皆さんの晴れの舞台を共に過ごせず、非常に残念です。新社会人にとっては晴れの入社式となるはずが、新型コロナウイルスの感染拡大で一変しました。68人が入行した北洋銀行、代表の3人を除き、テレビ会議システムを通じて頭取の挨拶に耳を傾けました。新人研修もなくなってしまって、とても悲しい気持ちはあるんですけれど、冷え込み切ってるところはあると思うんですけれど、やっぱりその北海道の食とか観光とかっていう面では結構どこにも負けないかなっていう思いがあるので、それを生かして、サポートできるような銀行になっていきたいなと思ってます。鈴木知事が入ってきたのは誰もいない部屋です。道庁では例年、知事が幹部職員を前に年度始めの訓示をしますが、今年は庁内放送を通じてウイルス対応にあたる職員に呼びかけました。ピンチも必ず乗り越えることができる、これからも私と一緒に戦っていただきたい。道庁に入れたなっていう実感が少し湧いてきましたね。密集する場所に行かないとか、ちょっとした気遣いの部分では特に気をつけるようになりました、ね、入社式や新人研修が変わる一方、最新技術で工夫する企業も。私は今仮想空間の中にいます。実はこの VR を使って名刺交換をすることができるんです。 VR バーチャルリアリティの技術を開発している札幌市中央区のこの会社、新人社員が仮想現実の世界で会社のマスコットキャラクターと名刺交換の研修をしました。名刺をこちらの方に向けてください。大丈夫ですかね。で、交換の時にお名前をはっきりと教えてください。はい。仙台支社の新人社員も札幌に来ることなく研修でき、大人数が集まることを避けることもできるといいます。在宅で今勤務されている方も多いと思いますので、 VR 機器さえあれば自宅で、触れることなくこう名刺交換ができるというメリットがあります。